Q&A、第2弾佐賀県のゴルフ場からお送りしております。こんにちは。一つじゃない質問があります。はい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 、はい、バッティングについてなんですが、はいはいはい、はい、まあ、僕はもう、もう30後半なんで、はいはいはい、まあ、今の野球理論とは全く違うことをこう教わってきた立場なんですけど、まあ、よくこのインパクトの形ってあるんです、うん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 、これすごく、まあ、難し、当時からこれ正解何なのかなみたいな感じでずっと思ってて、まあ、指導者によって違うんですよね、はい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 、僕は高校の時です、うんうん、高校の時習ったインパクトはこうだったんですよ、はい、なるほどなるほどなるほど、でもプロのこういうことですね、そうそう、うんうん、でもプロのインパクトを見ると、うんうん、手首ってこうなってない、手首は、はい、まあ、正確に言うと当たる瞬間ここなんですね、あ、返すところにイメージっていうか、そういうになるってことです。イメージで言ってしまうと、はい、ここなんですね。あ、でも実際ここで打つっていうのは不可能なんですけど、はいはい、まあ、ここで打つことはないですけど、はいはい、イメージがもうこういうイメージを持っとかんと、もう剛速球で来るんで、もう球が伸びてくるからボールが捕まんないですね。だけどこういうイメージ持っとる時点で、はいはい、もうこれ詰まりなんで、はい、振り遅れってことですね。だからこういうイメージを持ってて、はいはい、実際はここで当たるって感じです。はいはい、で、まあ、ここがなんていうんですかね、こう、なるほど、まあ、実際はここら辺で打ってるんですよ。ここで打てたらそれ一番ボール飛ぶんですよ。一番ヘッドが走ってるところなんですよ、はいはい、こういうことです。それなんかこう、それこそインパクトとかイメージはこういう昔はこういうイメージでこう伸ばしていくみたいな、なるほどなるほど、イメージで、うんうん、肘とかこう綺麗に伸ばせみたいな、上からこうだけ、ね、このイメージでそれは、はい、あの結果的にまあ、こう両肘がこうやって伸びて打てるのは理想ですけど、はいはい、結局肘を伸ばしに行くっていう行為は結局飛ばすようになるみたいな、このヘッドが出てこないから詰まりにいってるんですよ。で、なるほど、ね、これもちょっと立って話すと、はい、ベースが結構この位置にあるんですよ。ベースがこの位置にあって、はいはい、で伸ばしに行った時点でもう絶対詰まるんですよ。あ、だからベースがこんな近いとこあるから、どっちかというとこうやって、はい、もう脇とか締めていく、はいはいはい、もう締めていってこう打っていって、はいはい、外に全然届くんですよ。ってことはバットはこの体の近くを通るで、そうです、もうどっちかというとこう、うん、こう回転するときに締めていくぐらいじゃないと、はいはい、全部詰まりです。手を伸ばしに行ったらもう全部、はいはい、このベースがここにあったらもう全部詰まるんですよ。で伸ばしていった場合一番いいところに当たってこっちのレフトのファールになる。あ、だから結構ファームランじゃないけど、そういう言葉あるじゃないですか。引っ張っていい当たりして、そう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 、こっちにいい当たりするけど、次変化球で三振。変化球で泳がされたりとか、あ、まあ、次どん詰まりとか。あ、で結局そうですね、伸ばしに行くとそういう風になるんで、うん。確かにこう伸ばした方が気持ちいい感じはするんですけどね。そうそうそう、だから結果的にそれがこうやって伸びて打てるのは一シーズンにプロでも何本かっていう話だから。まあ遅いスローボールとかだったらこれでも打てます。そうですそうです。早い球だったら無理ですもん。速い球を伸ばしていくのは厳しいですね。これなんかこっちのなんか肘の使い方っていうかガードっていうか、うんうんうん、そういうの結構ね、今いろいろそういう風に言われたりするんですけど、うんうんうん、昔はもう肘はこう曲げるなとか完全に伸ばすやったやつ、うんうんうん、教えとしては、はい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 、曲がっ三角で打てる、そうそうそう、ここ三角形で打てる、そうそう、うん、もうそれこそこういう曲がっとったら格好悪いとか、はいはいはい、まあ、そういうね、うん、悪いイメージばっかりやったけど、でも曲がっとる方が近くを通るっていう、もちろんもちろん、肘巻いてくる、これ手が出ないことがヘッドを走らせる、うん、一つの方法なんで、逆にこう手伸ばしていったらヘッド出ないですもんね。根っこに当たるっすもんね。そう。だけどっちかというと、まあ、柳田選手でもこの、はいはい、こっちの手はついたままこう打ってますからね。だいぶ肘曲がっとうっすもん、ね、曲がっとうし、脇は締まったままこう行くからこう背中に行く、はいはい、こうする。そうっすよね。そうそう、だいぶ、だけどだいぶ考え方もね、そういう綺麗にこう伸ばそうとかのイメージではああはならんってことですね。まあ、だけどそれは結果的になればいいけど、イメージは全然ダメと、そのイメージはダメと、そうっすね、どっちかというとちっちゃくちっちゃく、いや、それこそもうね、昔からこう上から叩きみたいな感じでこういうイメージとか、うんうんうん、ヘッドを最短距離でボンみたいな、だけあれのイメージとかはすごいいろんなね、人を教えを言われて迷ったやつって多分いっぱいいると思うんですけど、だから本当数日前にそのあるそのボーイズの監督がこう言ってるんですよって相談を受けたのが、はい、体重を前に突っ込めというか、体重を前に移動して、してで上からこう叩いて手をはい、はい、伸ばして、で、はい、ボールを切れって言ってたらしいんですよ。これって結局やっちゃいかんことのオンパレードなんですよ。全部逆だし、真逆のことですよ。
ボール切るって卓球でいう、あのカットで戦ってるようなもんでしょ、うん、だけ今日は開いて打ってるってことカットして卓球のこういう、まあゴルフで言ったらフェースが開いてるっていう、うん、そうそうそう、だけそれをやったってその打球は ね、ホームランに絶対ならんし、まあ、まあ僕ゴルフは僕はゴルフですけど、はいはい、専門が今、はいはい、でも結局ゴルフとか、うんうん、テニス、卓球、うんうん、他の打つスポーツって全部、うん、この面、まあ野球は面がこう分かりにくいですけど、はいはいはい、結局面をこうシャットに使うじゃないですか、はいはい、閉じた状態に使う、はいはい、閉じた状態のままこう打っていくんですよ、うんうん、一回も開く動作ってないじゃないですか、うんうんうん、だからやっぱゴルフもこう閉じて、ずっと面を閉じて、うん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 、こういう動作あるけど、実際フェースは閉じてるじゃないですか、うんうんうん、で自分からこう面を開いていくっていう動作はやっぱ、ね、野球もそうですね、よろしくないっていう感じですかね、うん、だけどもう野球で言うと、まあこの閉じたままって言うとこうなる、うん、まあ一回野球の場合はもう一回こう開いていくんですよ、その一回開くけど、それ手で開きに行くとダメなんですよ、一、うん、回こう回転が入るときに回転が入って一回こうバッと寝るんですよ、はい、でこう寝たまま当たるのはもうつまり、うん、こう一回寝るけど寝た瞬間に脇この脇を締めることで、はいはい、これが閉じたけど、こう寝ながら立ち上が回転で立ち上がってくるってことですか、そうだけこう寝て、うん、寝て立ったところで、はいはい、でこの絶対この開いたところで立ったところで打たないと、はいはい、ボールって強いだけだ、そうですね、うん、まあ、そういう感じですね、野球やっぱり、うんうん、そういう動きをしないと効率よく力を球に伝えることができないそうです。だけゴルフの方が難しいと思うんですよね。ゴルフはその野球でいうとその形っていうよりそのこういう形で打ちなさいとか言ってやっぱ形作りに行くと結局ヘッドで止まるんですよ、はいはい、じゃなくてもう野球の場合はその自分のスイングの中で一番ヘッドスピードが速いと思う、はいはいはい、で打ってあげよう、はい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 、って言ったら結果的にこの形で打ててるっていうようなこともあるんですよね、はいはいはい、だけど流れで覚えさせるみたいな、はいはいはい、ゴルフでいうとそれをやってしまうとこうフェースローテーションしてそう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 っていうことになるから多分ゴルフの方がちょっとそこは複雑と思うんですよ、ねうん、動きは大体似てるんですね、大体ここもこの肘をこうやって入れていくとか そこら辺の動きは野球もゴルフも一緒です、そうそうそう、飛ばすためにはそれがないと飛ばないですから、当てたいとかそういう気持ちがなると、うん、このそうです、ね、ヘッドの部分から行ってしまうみたいな、ヘッドを先行させる、ヘッドを先行させたら飛ばすんや、うん、だからそれはもうゴルフも野球も一緒でダメ、あそっちの方が安心感があるっすもん、そうそうそう、だけどまあ それじゃ飛ばない2D の動きじゃなくて、うん、その 3D の動きをそうですね、あのイメージできるように難しいですね、だからもう昔の野球理論と今の野球理論ではもう真逆っていう考え方で基本的に考え方で言うと本当残念ながら惜しいとかじゃなくて真逆もう真反対だからだから厄介なんです、うん、だから自分ら世代が本当それ言うとまあ、伸び悩んだ人もそうですが、うん、そういう教えをね信じてやった人もいろいろ才能が潰れていった人とかも結構いると思うんで、うん、だから今の時代って恵まれ通すよね、昔から恵まれ通すよ、今そういう映像で見ることもできるし、うんうん、まだ正しいこと言っとう人間が中にはいるから、うん、昔は本当ね感覚っていうかそっち先行が多かったですからね、だからそれこそ世界の王さんが、うん、世界のナンバーの王さんがこう叩きながら打てって言ってしまってましたからね、うん、そうそう、でも実際本人はあれもう感覚の問題なんで本人はそう打ってないですよ、もうめちゃくちゃこうなってるんですよね、そうそうそう、それもだけそれも思ってたんですね、当時こうやって大根切りで打て指導者に言われるんです、だから確かにこうやって素振りはしても実際のプロの映像とか見たら絶対こうなってるんです、だからそういうなんていうんですかね、うん、こういう感覚の 2D の、はいはいはい、それを真に受けて、はいはい、指導者は、はい、あそうなんやって言って昔ながらの指導者は教えるじゃないですか、はいはい、でも結局この動きに対して回転が入ってるから、はいはい、回転が入ってるからこう、はいはい、回転が入ってることによってこうなってるんですよ、大さが、はいはい、だからまあそこら辺をね、要は側屈ってことですね、うん、そう側屈がいらんかったら上からこう来るけど、結局これに対してこれが入ってるんで、はいはい、サイドベンド、いやゴルフでいうサイドベンド、そうそうそう、で、ね、王さんに関してはもう軸がもう完全にこっち、そうそう、体幹ってそれこそ 2D で考えたらこう回ると思う人が多いじゃないですか、そう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 、体幹ってこうやってそうそうそう、うねって回るじゃないですか、そう、そういううねる部分とかをうねりの部分を捉えきれてない、うん、だから上から叩けっていう、うん、水平に回れみたいな、そうだけ動きってそういう簡単な平面の動き
だけじゃないんですよね。そうですね、うん、だけいや今本当に今そういうのが分かる時代になって、そうそうそう、それこそね好きであれば続けたらそういうね理論をちゃんとものにすれば多分ある程度のレベルにはみんないける状態になると思うんで、そうそうそう、もう昔みたいにセンスとかね、そうそうそう、あんまり関係ないっていうか、ちゃんとした指導者に恵まれたら、そうそうそう、上手くなる時代だと思うんですけどね。だからそのゴルフの指導者でも、はい、俺みたいな野球の指導者でも、そのなんていうんですかね、目で見る動きがみんなできないから、うん、そうですね、存在してるわけで、はい、だけ目で見る動きを一生懸命追いかけてやったってその動きは絶対なんない、ね、うん、だからこの、うん、こういう意識でこう動いてそう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 、いけっていうことに対して結果的にその形になってるって、そうそうそう、だから本人で言うとなんかかっこよく打っとうつもりが動画みたいなかっこ悪い、そう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 、逆になんかめちゃくちゃ変な打ち方しとイメージのやつが動画見たらあれこれはプロっぽくなってるとか、そうそうそう、いやそれこそも構えもそうっすよね、そうそうそう、構えもゴルフは特にこう三角形で、うんうんうん、綺麗にこう構えたがるわけです、うんうんうん、これがね、上手な人って、うんうんうん、でもプロってこんな構えしないですよ、ほとんど、そうですね、だいたいこう左足の前で構える、そうそうそう、うん、こういう構えだけど、イメージと綺麗に綺麗にっていうイメージと現実はもう全く違う、全く感覚も内容が別物ってことですね、うん、構え、もうゴルフは本当構え見た時点で分かるんですよね、うんうん、うまいか下手か、なるほどね、うん、構えから理にかなっとはかな、やっぱ動作に入る準備段階で決まるじゃないですか、はいはいはい、ゴルフは特にボールが動いてない、うんうんうん、野球はまあある程度反射神経でいく分があるけど、うんうん、そういう部分が面白いです、うん、野球も結局そうですよね、その動き正解の動きをしようとしてる人間の構えっていうのは、うんうん、まあ、オーラとして出てくるんです、はいはいはい、だけど間違った動きをしようとしてる人の構えってかっこ悪いです、そうですね、だけど結局一緒ですゴルフも、はい、うん、いやそうですよ、そうそう、いやそれは思います、うん、まあそんな感じですかね、はい、ありがとうございます、まあまた何か質問があれば視聴者の方もまた質問があればどんどんコメントしてください、はい、全然答えていいので、はい、じゃあ次回は守備のことでも、次回はまあ守備でも、はい、あね、いろいろ走塁でも、はい、投げ方でもバッティングでもいいので、また何かコメントしてください、ありがとうございました。